あ、すごい。あ、テンション上がっちゃってすいません。なんだろう。全部が美味しい。皆さん、こんにちは。日向坂46の上村ひなのです。私は今、どこにいるでしょうか。そうです。正解は…じゃーん。北三条駅、見えますか。北三条駅にいます。ちょっと今日は、ドラマ撮影がお休みということで、三条の街をちょっと散策できたらなと思って YouTube を回しています。はい、レッツゴー。今日ね、すっごいいいお天気なんですよ。いいお天気だなって感じで。はい、やってきました。じゃーん、ステージ縁側です。スパイス研究所とかね、アニメに出てきますね。駅からね、すごく近かったです。すごい、見て、いいお天気。すごいすごい、今日はいいお天気。ステージ縁側の近くに町山さんっていうところがね、ちょうど間のところにこういう感じでスキー板のベンチがあります。アニメの中でも印象的なシーンで出てきますね。座ってみました、スキー板のベンチに。今日ね、見てください、バッグ、 DIY のバッグ持ってきました。ぜひ見に来て、見に来てみては、見に来てみては。商店街まで今歩いています。さっきいい感じのラムネを見つけたので買ってきました。ここで開けたら私絶対うわーって溢れさせちゃいそうなので、どこか良さそうな場所があったらそこでラムネ開けて飲もうと思います。いいね、夏。はい、今初めて一人で1ヶ月ほど新潟県ちょっと遠方に来ているんですけど、そうですね、最初ドラマ撮影で一人で新潟県に行くよって言われた時は、その初めての経験すぎてすごく不安だったんですけど、いざ来てみるとすごく新潟県三条暖かくって、人がすごく暖かくて優しい皆さんばっかりで、なんかすごくいい街だなと思って、このドラマの話をいただいてからさんの DIY のアニメを見させていただいたんですけど、ああすごい、ラッピングタクシー、今 DIY のラッピングタクシーが通りました。テンション上がっちゃってすいません。あ、もうすぐなんじゃ、もうすぐ多分。商店街が近づいてきましたよ。来ましたよ、来ましたよ。ここは結構ドラマの撮影を期待にしてる場所です。ドイチ、ここは結構アニメでも印象的なシーン、聖地といえばここっていう方も多いのではないでしょうか。こんな感じ。じゃあ次のスポットへ、次のスポットに向かっています。頭上がこんなに多いです。ここに橋の名前が書いてあるので、
ただきありがとうございました。私のラムネ開封式ではいただきます。紹介してくださるポップもついていて、推しキャラと同じフルーツサンドが食べれるよっていうのも嬉しいポイントですよね。聖地巡礼には欠かせないカネギフルーツさんです。どれにしよう。あ、いちごのクリームで作ったいちごとバナナ。へえ、私は今日はじゃあこれにしようかな。148円ですね。はい、ありがとうございます。いちごとバナナが入ってて、ピンク色のいちごクリームになってます。フルーツサンドをいただきたいと思います。いただきます。フルーツが甘い。今いちごを食べたんですけど、いちごの、ちょうどいい程よい酸味とクリームの甘さとか、本当に絶妙なバランスで、なんか食レポしちゃった、恥ずかしい。フルーツサンド、フルーツサンド、フルーツサンド。美味しい、美味しいのを伝えたい。どうしよう。なんかフルーツ自体もすごく美味しいし、このね、パンだったりクリームだったり、そういうこのなんだろう、全部が美味しい、愛されてる味だなって。このドラマに集中しすぎて、あんまりメンバーと連絡を取れていないんですけど、今朝久しぶりに高橋美久に連絡が来て、ちょっと会話が続いてて、志保さんとかミレイさんだったりもすごく心配して連絡をくださったりとか、メンバーの愛も感じながら撮影しております。今回演じさせていただくヨアセルフちゃんは、なんかもうドジっ子でたくさん失敗もしてしまうんですけど、何事にも一生懸命頑張って、ちょっとずつちょっとずつ成長していく姿がすごく愛らしくて、私も大好きなキャラクターなので、そんなセルフちゃんを演じさせていただけること、本当に嬉しく思いますし、私自身もすごくうまくできないことが多くて落ち込んでしまいがちだったんですけど、セルフちゃんを演じてるうちに、まあいっかって私も思えるようになってきて、この作品に出会えて本当に良かったなっていうふうに思います。ごちそうさまでした。フルーツサンド完食してしまいました。早い、もっと食べたい。美味しかったです。今日はこんな感じでアニメ DIY の聖地を巡礼してきました。
いよいよドラマ DIY も7月4日からスタートということで、とっても素敵な作品になっていると思いますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございました。日向坂チャンネル、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。